先週金曜日の夕方、警察から電話がかかってきた。一瞬いろいろ考えたが、身に覚えがない。とりあえず要件を聞いてみると、盗まれた僕の自転車が見つかって、今から届けに来てくれるという内容だった。すでに新しい自転車は買ったし、そもそも盗まれたのは5、6年以上前。僕が乗っていた時からかなりボロボロだったので、今さら何をおっしゃると思って、あなたに差し上げます、と冗談交じりで言ってみたが、こちらも仕事なので、というので仕方なく待機していた。10時過ぎ到着して、いざ自分の前の愛車に対面して驚いたのが、誰が塗装したのか色が変わっていた。もともと黒かったのが赤色に変わっていて、それも素人がやったのがわかる状態だった。おまけにハンドルがトンボからカマキリに進化している。本当に自分のものかと思って尋ねてみると、僕の住所と名前がうっすら読み取れるし、登録番号も合致するとのこと。とりあえずお礼を言って、どこで発見されたのか聞いてみると、兵庫県は尼崎の駅前にあったそうだ。僕は大阪の門真試験場の近所なので、すごいとこで発見されたなぁ、と驚いていると、盗まれた自転車は伝言ゲームのように次から次へ渡り歩くことも少なくないよ。ここまで乗ってきて疲れたわ、とおまわりさんは笑いながら言ったが、自転車の様変わりを見ると僕は少しも笑えなかった。と、ここまでは笑い話にできるが、この後にも続きがあって、やはり自転車は使いたくなかったので処分しようと思い、最後にきれいに拭いてやろうと玄関先で拭いてみたが、塗られた赤色の塗料がボロボロ落ちてくるので途中でやめて、代わりに今使っている自転車のサドルが傷んでいるので、交換しようと思ってサドルに手をかけると、サドルの裏側に紙があることに気がついた。何の気なしに取ってみると、ノートかレポート用紙かを小さく折りたたんだ感じ。広げてみるとそこにはこんなことが書いてあった。捕まえた。やっと捕まえた。捕まえた。見つけても遅い。捕まえた。お前は気づかない。成就。というのが5回繰り返され、最後に住所と電話番号が書いてあった。気持ち悪いと思いつつ、自転車を使っていた奴の誰かが遊びで仕掛けたのか。ありえないと思うが、この住所と電話番号は、使っていた奴本人や身近な人物のものではと思って、パソコンで調べてみた。調べてみると、一応住所の方は実在し、自転車が発見された尼崎の近くだった。電話番号も桁数から、住所と同じ地域のようだった。翌日の日曜は偶然にも、両方の市の間にある伊丹の親戚の家に行く予定だったので、そのついでに行ってみた。理由は、単に近くに行くからってことと、万が一にも乗っていた相手に会えたら、弁償代をもらうことしか考えてなく、昼過ぎ親戚に挨拶を済ませたら、僕だけそそくさと帰って、
車でこの住所のところへ行ってみた。何もない山の中腹で、道路の右側には川、左側に家が3軒あって、少し離れて自動販売機があるだけ。3軒とも見るからに築10年以上は経っていそうな2階建ての家。左端の家には不動産屋の看板が掲げられていて、空き家 A。真ん中の B は、看板はないが同じ空き家な感じで、右端の C は、表札はあるが、生活感というか、人が住んでいるかは微妙な感じだった。どこかの家の電話の音や、虫の音が聞こえるくらい静かな雰囲気で、正直少し怖かったが、せっかく来たので、その三軒を怪しまれないように調べてみた。とりあえず、真ん中の B 家の敷地に入って、左手に回り、A 家と B 家の様子を伺ったが、バッタと蚊がいる以外は何もなし。次に、B 家の玄関前に戻って、右手に回って C 家の様子を伺った。窓などは閉まっていたが、カーテンがあり、なんとなく家具もありそうな雰囲気。自転車もあったがボロボロで乗れそうにない状態。人がいるかは不明だった。その自転車が赤く塗られていたら、チャイムを押してやろうかと思ったが、至って普通の色だった。蚊に刺された以外は何も収穫がなく、帰りは高速で帰るかどうするか、などと考えながら、無意識に B 家の裏手を覗いてみて驚いた。そこには赤く塗られた犬小屋がポツンと置いてあった。もちろん犬はいなかったので、近づいて犬小屋を観察したが、同じ塗料のような違うような微妙な感じで、半ばどうでもよくなって、とりあえず出ようと思った時、また電話の音が聞こえた。僕は C 家の電話が鳴っていると思い、やっぱ人が住んでるんだ。じゃあさっきの電話も C 家からで、今は留守なのか。と思ったが、どうも聞こえる方角が違う。もっと近くから聞こえる感じがして、まさかと思い、B 家の壁に耳をつけてみたら、やっぱりそこから聞こえてきた。誰かいるのか、と思った瞬間、鳥肌が足元から頭にかけて走り、気持ち悪くなって玄関に向かおうとしたが、なぜか体が耳をくっつけたままの体勢で動けなくなった。この時は妙に頭の中は冷静で、ビビりすぎて腰抜かしたのか、と思い、腕に力を入れて、壁から耳を離そうとしたが動かない。首や太ももにも力を入れたが、これも動かない。こうなると、急にパニックになって、電話はまだ鳴っているのか止まったのか記憶になく、ザザ、ザザ、と何かが近づいてくる音が聞こえた。左耳をつけていたので、玄関の方に背を向ける姿勢で固まっており、般若心経や知っているお経を心の中で唱えたが効果はなく、代わりに汗がだらだら吹き出してきて背中に気配を感じ、やばい、やばい、と思った時、肩をポンと叩かれた。すると硬直していた体が元に戻り、恥ずかしながら初めてびっくりして尻餅をついた。見上げると
50代ぐらいのおばちゃんが立っていて、さっさと立ってついてきなさい、と睨みながら言われたので、自販機のところまでついて行った。僕は泥棒ではないことを話そうとしたら、間髪入れず、塩水みたいなものを振られて、さっさと帰りなさい、と言うと、おばちゃんは一人歩いて行った。自販機まで来たせいか、僕はほっとして、とりあえずお茶をがぶ飲みした。そして、タバコに火をつけながら、おばちゃんの後ろ姿をずっと眺めていると、少し離れたところにある家に入っていくのが見えた。大げさな表現だが、自販機まで来て、ごく普通の世界に戻れたせいか、タバコを吸い終えると、今すぐここから去りたい気持ちでいっぱいになったが、同時に僕に何か霊的なものがついていたのか、それとももう安全なのかが気になって、おばちゃんが入っていった家に向かった。おばちゃんは霊能者的な風貌ではなく、ごく普通のおばちゃんで、この人は何かを知っているのではないかと思って、最初は思いっきり拒否られたけど、お願いしたらいろいろと話を聞かせてもらえた。話をまとめると、おばちゃんが買い物から帰ってくると、自販機の横に見知らぬ県外ナンバーの車が止まっている。最初は不動産屋関係かと思ったが、B 家の敷地内を物色している若者を発見。スーツを着ていないので不動産屋関係ではない。もしやまた誰かが訪問。しばらく様子を疑っていたが、出てこないので突入した。そこでやばそうな僕を確保して撤退した。それで僕以外にも過去にいたような話ぶりだったので聞いてみると、数年前からちらほらあの三軒の家の付近に訪問する人が増えたそうだ。やはり不動産屋関係かと思ったが、身なりからしてどうも違う。知り合いの家に訪問しに来たようにも見えない。そしてある時事故が起きた。あの家を訪問しに来たのであろう人物が B 家の敷地内で自殺をしていた。時期はバラバラだが、それも4件。で、僕を見かけた時、関わるのはやめようと思ったが、何やら僕の足にしがみついている人間のようなものが見えた。気づいた以上まずいと思って仕方なく救出。それで僕はお礼を言って、最後にここに来た理由を説明すると、知ってるよ。死んだ四人も同じような髪を持ってた。あんたそれさっさと捨てなさい。じゃないとまた引っ張られるよ。それとお墓参りに行って、ご先祖様に感謝しなさい。あんたのご先祖様が私に知らせをくれたから助かったんだよ。と言われた。僕はおばちゃん自身のことや、霊能力者なのかどうかなど、いろいろ聞きたかったけど、うまくはぐらかされて、最後にもう一度お礼を言って帰った。もちろん自転車もその日に処分した。当たり前だけど、四件の自殺の件、住所近辺の情報などもすべて調べた。自殺に関してはそれっぽいのが2件と、あと登記簿で家の持ち主も調べたが、3件とも同じ人物が賃貸していた。以上が3日間の出来事。
我が家の洋室で起こった話。我が家には客間とは名ばかりの洋室がある。来客は多いが、みんなリビングに通してしまうので、洋室に通されるのは家庭訪問時の教師くらいだった。そうなると必然的に物置の代わりになるもので、古い本やレコード、存在を忘れられたワインやウイスキーなんかが並ぶようになった。その一角に十数体の人形が保管されている戸棚がある。戸棚の中は人形が隙間なく飾られていて、入りきらなかったのか三体ほど戸棚の上に置かれていた。人形は祖父母が国内旅行の際、現地で買ってきたものばかりだ。例えば、青森で購入したねぶた祭りの人形、沖縄の琉球人形、徳島の阿波踊りの人形、日本全国つつうらうらのお土産が並んでいる。みんなきらびやかな衣装をまとっているので、子供の頃はよく、友人やいとことのお人形遊びに担ぎ出された。人形遊びから始まって、私はよく洋室に入り浸るようになった。テレビを見たり、ゲームをしたり、勉強もここですると捗った。友達も呼んで、毎週ワイワイ遊んでいた。私にとって、リビングよりも思い出が詰まった部屋だ。ある日、いつものようにゲームをしていると、斜め後ろ方向から視線を感じた。ふと目を向けると、棚の上に置かれていた三体の人形が、全員同じ方向を見ている。視線の先はテレビ画面だった。なんとなく違和感を覚えたので、三体とも中の人形と同じ向きに変えた。後日、テレビを見ている最中、ふと見てみると、また人形が三体揃ってテレビを見ている。その後も何度か向きを変えたつもりなんだが、人形はいつもテレビを見ていた。なんとなく、テレビを見ていたいんだなと察して、テレビの方向に向けたままにすることにした。時は流れ、大人になり、あまり洋室にこもることもなくなったが、人形は相変わらずテレビの方を見ていた。そんなある日、世にも奇妙な物語が放映された。家族が見たい番組と重なっていたので、久々に洋室でテレビを見ることにした。この日の放送は内容までは覚えてないが、巨大な生首が出てきた。天井にまで届くほど大きな黒ずんだ坊主の生首。この手のドラマにはあまり動じない私だが、さすがにこの生首は気味が悪かった。そしてクライマックス、主演女優が生首に取り込まれて死んでしまってストーリーは終了。ホラー特有の演出にやや放心気味だったが、 CM が流れ始めてやっと我に返った。ドラマも終わったことだし、テレビを消してソファーを立とうとしたその瞬間、振り向きざまにあるはずのないものが目に飛び込んできた。ソファーの背後には書棚があり、並んだ分厚い本の手前にそれはあった。生首を両手で抱えた首なしの阿波踊り人形だった。おそらく経年劣化で首が落ちてしまったのだろうが、阿波踊りを踊る手にうまい具合に首が乗っかり、顔はこっちを向いていた。しかし、
部屋に入った時こんなものがあったのか。そもそも戸棚の中にあったはずの人形がなぜここに。様々な思考が脳内を駆け巡り、しばし固まってしまったが、早くこの場を離れた方がいいと思ってリビングへ戻った。人間、想定外の状況に出くわすと案外冷静になるものだとこの時初めて知った。人形の持ち主である祖母に事情を話すと、どーれと腰を上げてよたよたと洋室へ向かった。細かいことを気にしない性格の祖母は、人形を見るや否やさっさと持ち出し、そのままゴミ箱へ捨ててしまった。とにかく不気味だったのでほっとしたが、今思えばちゃんと修理をしてまた飾ってあげればよかったという気持ちもある。あれから数年、私は結婚を機に引っ越して、洋室はますます物置と化した。地デジ化によって長年愛用したブラウン管テレビも処分した。誰もテレビを見ることのない部屋で3体の人形は別々の方を向いて座っている。今はもう取り壊されてなくなってしまいましたが、これは私の実家の話です。実家は自分の親が建てたものではなく、祖父の妹、自分にとっては大叔母にあたる人物が建てた家でした。大叔母は結婚はしたものの、子供には恵まれなかったそうです。詳しい経緯はわかりませんが、私たちがそこへ住めば、幼い私の成長を間近で見れて、子供を持てなかった大叔母の思いが晴れるのではないか。そんな理由から住まいの一部を私たち家族が借りて大叔母と住むことになったのでした。実家のど真ん中にはなぜか池がありました。水深は浅く3畳分ぐらいの大きさ。いつも大きな金魚が数匹放たれていて、気持ちよさそうに泳いでいました。私が幼い頃は母と金魚の姿を眺めるのが好きだった記憶があります。ですが大叔母だけは池を嫌っている様子がうかがえました。その池がおかしいと私が感じたのは中学生くらいの頃だったでしょうか。実家の土地は長方形で50坪ほどです。正直、広いとは言えない大きさでした。そんな場所に家を建てるのであれば、敷地のど真ん中に池など作るでしょうか。ましてや、火葬場良くないとされる湿気を放つ水場です。またよく見ると、池の底にたまるもだかなんだかが人の形に見えるのです。池の水は井戸から掘り上げたきれいな地下水で、私たちは生活用水として利用していました。たまに池を大掃除するのですが、その時に確認するも、池の底は人の形などしておらず平らです。でもなぜか、藻が人の形に集まるのです。発生する藻も不気味で、色は黒に近い紫色。ちょうど血が固まって乾いた時にできる色のようでした。手ですくうとスポンジを細かく砕いたかのようになり、つかめません。私が大人になった時、なぜ池があるのか、大叔母に尋ねてみると話をしてくれました。
大叔母が家を建てるためその土地を買おうとしたとき、不動産屋に言われたそうです。この土地のこの場所にだけは絶対建物を作らないでください。大叔母がなぜかと聞くと、不動産屋は続けて話します。いつからかはわかりませんが、古くからこの土地は火葬場として使用しており、ちょうどその池のある場所が人の遺体を焼くところだったのだと言います。特に戦時中は空襲によって多くの亡骸を弔ったので、あまり良くないのではないかとのことでした。大叔母は言いつけ通りに家を建てましたが、何もないのも殺風景だと思い、その池を作ったんだそうです。さらに恐ろしい事実として、この家の池に関わったすべての人に子供ができなかったと大叔母は言います。事実、大叔母はもちろん母も実家に住んでからは子宝に恵まれず、私自身も子供ができません。私は検査でも異常なしで、どうしようもないので今では諦めています。他の土地に住んでいる親戚は皆3、4人の子供がいるので、子供ができやすい血筋だとは思うのですが、とにかく不思議です。大叔母の死とともに実家は取り壊されましたが、土地は他人の手に渡って今はどうなっているのかわかりません。当時の僕は、例えば離れているろうそくに意識を集中し続けて炎を大きくしたり小さくしたりなんてのはごく当たり前のことで、誰でもできることだと思っていた。そんな日常の中で、友人の発表会で一発芸も何もできない僕がその技を恥ずかしかったが披露したんだ。驚くことにみんなが歓声を上げた。そんなことが子供心に嬉しくて、ろうそく以外にも何か動かせるものはないかと、必死に家中のあらゆるものに意識を集中し続けていた。だが、意識を集中させることは大変神経のいることで、まるで目と目の間に鉛筆でもぶっ刺したんじゃないかと思うほど、激しい痛みが走ることもあった。以前はそんなに強い霊感はなかった。幽霊と思える影がちらりと目の端に映る程度。蒸気のような日常を繰り返しているうち、だんだんと霊に対するというか、説明しづらいのだが、霊感とか持っている人の特殊な能力が自分にも備わっていることに気がつき始める。僕が王君と出会ったのは、その頃のことだった。王君は自分で霊感があると言っていた。クラスのみんなは信じていたが、霊感を持っているという主張だけで、クラスの人気者になっている王君を僕はそんなに好きではなかった。ある日、王君の家に遊びに行った。家族と挨拶をした時、ふと頭に、本当だったんだ、という言葉が浮かび上がった。結論から言うと、その王君の家では遺伝子的に霊感を持つ家族で、お母さんと二人のお姉さん、そして王君は本当に霊感を持っていたのだ。何か惹かれるものを感じて、僕と王君はすぐに打ち解けた。王君の家族とも仲良くなった。僕たちは学校が終わると毎日のように遊んだ。二学期も三学期も。その頃には自覚はなかったが、僕の霊感は日に日に強くなっていて、本能的に軽い浮遊霊なら浄化させてあげられるほどにはなっていた。
王くんの家族も僕に霊感が備わっていることは知っていたし、僕からもそっち系の話題は話していた。王くんのお母さんが言うには、霊感は共鳴し合い、互いを成長させていくらしい。そんなことを幼心にとても感心しながら聞いていた。ある日、王くんが僕をおばあちゃん家に連れて行ってくれることになって、僕はすごく興奮した。車に揺られること数時間、子供たちだった僕らは友達と遠出というだけで時間を忘れて楽しんでいた。ばあちゃんの家は王くんのお姉さん曰くすごいところらしい。なんでも王くんの家の霊感を持っている人は、ばあちゃんの家に行ったから霊感が宿ったそうだ。当然そんな話を聞くと、まだ子供の僕は興奮するわけで。王くんのおばあさんの家が普通の民家だった時の落胆は半端じゃなかった。大げさだけど、そこまで期待していたんだ。しかし、落胆はすぐに興奮へと変わった。裏に洞窟があるけど、絶対近寄るなよ。と、王くんのおじいさんに念を押されたからだ。ふり、なんて当時の僕はわかるわけないから、王くんのおじいさんもただ単に行かせたくなかったんだろう。だが僕は行きたくて行きたくて仕方なかった。王くんと河原で遊んでいる時も、ばあちゃんが作ってくれた柏餅を食べている時も、早くあの洞窟に行きたい、という思いが頭の中をぐるぐるしていた。時間というものは当たり前だが過ぎるわけで、あっという間に夜になった。じいちゃんとばあちゃんが、明日もいっぱい遊ぶんでしょ?と言いながら、襖の扉を閉めて、1時間は経っただろうと思う頃、僕は王くんを起こした。何?何?王くん、あの洞窟行こうよ。王くんは少し考えている素振りを見せたが、そこは子供。すぐに、よし!と言って、懐中電灯2本と手袋を持ってきてくれた。洞窟へは意外と近かった。と言っても興奮から時間を忘れたのかもしれない。それは洞窟というにはあまりに味気ないものだったが、大きく開いた穴。中は何角形かの形をした体育館くらいの広さだった。王くんが先頭で、僕が後に続いて中へ入ろうとした。いや、入っていた。僕は一瞬で取り残されたため、一瞬理解が追いつかなかった。王くんは洞窟へすでに入っていたのだ。王くん、どうしてそこにいるの?僕が叫ぶと、わかんない、助けて!出てくればいいものを、王くんは必死に叫んだ。わかんないよ、出して、助けて!僕は身動きが取れなかった。今なら確かに見える、洞窟の中の存在に気づいたからだ。僕は何もわからなかった。この世にはこんなおぞましい存在がいるのか。いや、ここはこの世なのか。そう思ったとき、その存在が王くんを覆った。僕は駆け出した。誰か呼ばないと。後ろでは王くんの叫び声が聞こえる。頼む、頼むよ、早く出して。ばあちゃんの家が見えた。その時、耳元でかすかに王くんが、もうダメだ、とつぶやいたように思えた。ばあちゃん、じいちゃん、王くんが。泣きながら叫ぶと、ばあちゃんとじいちゃんはすぐに駆けつけて、僕から事情を二言三言聞いたあたりから、ばあさん、神崎さんに連絡だ。と言って、
お前はここを絶対出るなよ。優しく、しかし迫力のある声で、じいちゃんが言った。そして20分後、神崎さんとおじいちゃんは見たこともない格好をして出て行った。上下スウェットに着物みたいなものを羽織ったような感じ。ばあちゃんは震えていた。しきりに、大丈夫、大丈夫、とつぶやきながら。それから1時間が経った頃だろうか、じいちゃんと神崎さんが、ゆうすけくん、頼むから来てくれ、と僕の名前を呼びながら戻ってきた。僕は正直拒否したかった。まだ震えが止まらない。神崎さんは明らかに力を失っている。最初見た背中に現れる黄色いオーラのようなものが今では真っ黒になっていたからだ。この時点で怖くて仕方なかったが、王くんのことを考えると行かなくてはと思った。洞窟の入り口。中には松明が置いてあって周囲を照らしていた。真ん中に王くんがいて思わず駆け寄った。しかし神崎さんとじいちゃんに止められてしまう。あれを直接見てはいかん。すぐに閉じ込めよう。なんで王くんは？三者それぞれに自分のこれからの行動を予知するように声を絞り出した。じいちゃんは、さ、手を貸してくれ。と言うと、僕の手首から5センチぐらいのところをつかみ握った。多分血を止めていたんだと思う。神崎さんはじいちゃんの手首を握った。変な姿勢だが、このまま洞窟の真ん中付近まで移動した。じいちゃんが、神崎さん、本当にすまない。と意味のわからない言葉を発したが、神崎さんは無表情のまま。始めるぞ。ただそれだけ言った。気がつくと朝になっていて、横には王くんが寝ていた。夢だったのかな？だがそんなことはなかった。手首にできたあざ。じいちゃんが握ってできたあざがあった。僕は飛び起きてじいちゃんの部屋へ駆け込んだ。どうなったんですか？じいちゃんはただ一言。業を背負って生きろ、ゆうすけくん。後で聞いた話なんだけど、長いから箇条書きでまとめる。まず、神崎さんはその地方でも有名な神社の神主。昔から、祠、つまり洞窟のことを守っていた。じいちゃんとばあちゃん、というか主にじいちゃんは、その祠を代々管理してきた。じいちゃんたちが駆けつけた時、王くんは半ば絶望的な状態だった。神崎さんは、これも己の業と言って、王くんの身代わりになった。祠にいた存在は、神様に最も近い悪霊らしい。これはちょっとわけがわからない。ちなみに、祠の悪霊は、誰かを媒体として存在していた。今まではじいちゃんの弟が媒体だった。でも、王くんと僕が近づいたせいで、媒体は王くんに変わろうとしていた。しかしそこで神崎さんの行動によって、媒体を王くんから神崎さんに変えた。ちなみに媒体の時どういう状態だったかというと、見た目は普通に立っているだけ。表情は見えないから何とも言えないけど、例えるなら今にも泣き出しそうな顔って感じ。神崎さんは亡くなったのか、あの洞窟に残っているのかはわからない。じいちゃんばあちゃんは3、4年前に亡くなった。僕は今でも王くんとは付き合いがある。記憶が曖昧だが、その時の出来事はこんな感じ。
内容が抜けていて、矛盾があったり作り話みたいになっているところもあるけど、これは8年前に起きた事実。その出来事から僕の幽霊に対する神経は異常なほど発達している。今でも僕はたまに怪異に会う。今から20年ほど前、僕が実際体験した未だ信じられない話。というのも、僕の周りには超常現象とかに詳しい人物が全くいないので、今から話す実際体験した出来事を一体どう解釈したらいいかわからないからです。大学生の頃、僕は本当にどうでもいい日々を送っていた。夢も目標もなく、部活やゼミやサークルにも所属せず、ただひたすら漫然と過ごす怠惰な生活。やることといえば、そんな僕と同じような目的のない仲間、Kと Sとドライブをすることだったが、それにも次第に飽きて、どうせドライブするなら廃道を探索しようと誰ともなく言い出した。廃道とは使われなくなった道路や閉鎖された道路のことを言うらしいが、僕たちはあくまでも車で行ける範囲でしか行きたくなかったので、閉鎖された道路というよりは、大きい道路ができたため使われなくなった道路とか、どこに繋がっているのかわからないような細い脇道を、Kの車でドライブするだけのものだった。飽きっぽくてやる気もない僕たちだが、これはとても楽しくて全く飽きなかった。廃道が見せる非日常的な空間が、僕たちの気質にあったのかもしれない。ある日、Kが言った。いい場所を見つけたんだよ。今から行ってみないか？新しい廃道探索のスポットを見つけたということだ。午後2時過ぎだったが、何の予定もない僕と S は、当然今から行こうということになって、Kの車で現場へ向かった。場所は大学から車で30分くらいの山道を少し入ったところにあった。車がよく通る太い道から斜めに細い道が伸びている。その細い道に入ると地面から雑草が生えていたり、小石や枝は落ちているわで、明らかに誰も利用してない。こんな道があったのか、と思いながら進んでいくと、100メートルくらいであっさり行き止まりになってしまった。え、これだけなの？僕と S は思わず不満を漏らしてしまったが、K はドヤ顔で横を指さした。あれだよ、あれ見てみろ。見ると、道路の横はずっと土砂崩れ防止のコンクリートの土止めが続いているものだとばかり思っていたのだが、途中でそれが終わり、一部分だけ金網が張られていた。よく見ると、その金網の奥にさらに道が続いているようだ。ここ入れるぜ。確かに金網は張られているものの、それ自体はただの針金で固定されているだけであって、切ってしまえば簡単に中に入れるようなものだった。そうして、Kがあらかじめ用意していたニッパーでその針金を切断し、僕たちは車で封鎖された道の奥へと入っていった。正直、悪いことをしているという感覚は全くなかった。金網は戻ってきてから針金でつなぎ直せばいいし、それに何より
こんな封鎖された道を車でそう長く行けるはずはないと思ったからだ。さっきの道でさえ草が生えて小石が散乱していた。この道などちょっと進んだだけで倒木が道を塞いで進めなくなるだろう。僕はそう思っていた。ところが、意外にも予想していたような荒れ果てた光景は現れず、なんだったらさっきの道よりも小綺麗なほどだった。僕たちはそのまま車で細い山道を5分ほど慎重に走り続けた。しばらくすると目の前にトンネルが現れた。トンネルというよりは下をくぐれるようにアーチ状にくり抜かれたレンガ造りの橋と言った方がいいかもしれない。奥行きも4、5メートルくらいしかない。幅も車が通るには問題ない広さで、僕たちはそのままそこをくぐった。通り抜けると道がちょっと荒れ始め、アスファルトの上に石が散乱し始めた。そこで不意に S が声を上げた。おい、ちょっと止めろ。あれ見ろ。S が指を指していたのは車の後方。さっきくぐり抜けたトンネルの方向だったが、見てみるとトンネルの出口をまたぐように鳥居が立っていたのだ。神社にあるあの鳥居がトンネルの出入り口に密着するように建てられている。向こう側からは全く見えず、トンネルをくぐると自動的に鳥居も通るようにできているとしか思えない。なんとなく気味が悪くなった僕たちは戻るかどうかためらったが、とりあえずは行けるところまで行こうということになった。そこからさらに500メートルくらい進んだところだろうか。これまでは荒れてはいたもののアスファルトが敷かれていた道が境界線を引いたように途切れて、そこからは舗装されてない土の道がずっと続いていた。気味が悪いことに、そのアスファルトと土の道の境界線の両端に、ちょうど祠のようなものが二つ設置されていて、それを境に手前がアスファルト、奥が土の道みたいになっていた。この頃になると、この先に何かあるんじゃないかという期待感と不安とワクワクが入り混じった気持ちになって、引き返そうという気持ちはなくなっていた。幸いにも土の道になってからも道幅は変わらず、木が倒れていて通れないということもなかった。ただ今思えば車輪の輪立ちが全くなかったことや、封鎖されていた道にしては綺麗すぎることをその時気づいておくべきだった。しばらく進むと今までの山道が嘘だったかのように開けた場所に出た。僕たちの車が進む道以外左右一面平野しか見えない。田んぼのようにも見えるが使われている形跡は見当たらない。いつの間にか空も雲一つなく青く澄み渡っているので、思わずその景色の素晴らしさに感動してしまったほどだった。でも、ふと我に返って思った。一体ここはどこなんだろうか。封鎖された道の奥にあったんだから、廃村か何かか。僕たちが普段生活しているところからそんなに離れた場所にあるわけじゃないところに、こんなに広々として綺麗な土地があったのかということが不思議なような驚きのような感じだった。一体この一本道はどこまで続くんだろうか。そう思いかけた頃、道の前方に黒い建物が薄く小さく見えた。
近づくにつれ、それはどんどん大きく見えてきて、形をはっきりと表し始めた。どうやら、かやぶきの建物のようだ。だが、それがただのかやぶきの建物ではないことはすぐわかった。異常に大きいのだ。こんな大きさのかやぶきの建物は見たことがない。学校の体育館くらいの大きさ。いや、それ以上の大きさだろうか。なぜ封鎖された道の奥にこんなに立派な建物が建っているんだろうか。しかも、その建物の前まで到着して分かったことだが、今まで来た道はこの建物へ通じる一本道であり、途中に分岐などは一切なかった。この建物がこの道の終着点になっている。廃村だと思っていたが、それらしき集落もなく、この建物が一つだけあって、今来たこの道はこの建物へ通じるためだけの道だとしか思えなかった。僕たちは車を止めて外へ降りてみた。なんというか、こんなに清々しい気分になるものなのかと思った。空気は澄み、空は雲一つなく青々として、鳥や風の音も聞こえない。春先のようなちょうどいい気温で、ずっとここにいたいと錯覚しそうになったが、目の前のバカでかいかやぶきの建物がそれを打ち消した。これは一体何なんだろうか。かやぶきの建物は手入れをしないと傷んでしまうと聞いたことがあるが、全く傷んでるようには見えない。古くて全体的に黒ずんだ木造ではあるが、朽ち果てている感じは全くない。誰かが今でも利用しているんだろうか。中見てみるか。僕が提案すると、K は賛成したが、S は乗り気ではないようで、とりあえず建物をぐるっと回ってくるわ、と言って歩き出してしまった。建物の戸は重かったが、鍵はかかっておらず、開けることができた。中はカビ臭いような古臭いような独特の匂いがする。すいません、誰かいますか？当然、何の返事もない。やっぱ誰もいないんだ、と少し安心した僕と K は中へ入ってみた。薄暗いが隙間からの光と入り口からの光で中の様子が伺える。中は板張りのだだっ広い空間が広がっていた。棚らしきものが壁際に見えるが何も入ってない。その左側の壁には引き戸があって、その向こうにさらに部屋があるようだが、それ以外は何もなくて、床と壁だけ。上は暗くてよく見えないが、天井裏まで全部吹き抜けているようだ。少し勇気がいったが、その引き戸を開けてみることにした。ここまで来たら調べないと気が済まなくなっていた。すいません、誰もいませんね。と、もう一度確認してから、恐る恐る引き戸を開けると、中が意外にも明るくてぎょっとした。採光窓のようなものが上部にいくつも設けてあるらしく、入り口側のこちらの空間よりも明るかった。しかし、その部屋が明るいだけではなく、異常なものであることにすぐに気がついた。まず、とにかく広い。まさに体育館くらいの広さがあった。そして、その広い空間の中に、均等に5本、異常に太い柱が、地面から天井まで伸びていた。この太さが本当に尋常ではなく、直径3メートルくらいある
一本の木の柱で、長さが10メートル以上あるのだ。それが五本。おいおい、こんなでけえ木って日本に存在すんの？Kの言葉ももっともだった。こんな太い柱を見たことがない。何の意味があってこんな柱を建てたのか。と周囲を見渡しているとき、Kが、あっと声を上げた。見ると、五本あるうちの真ん中の柱に何か書いてあるお札のようなものが釘で打ち付けてあり、それが大量に柱に打ち付けてあった。字は毛筆で漢字のような記号のようにも見えたが、なんて読むのかはわからない。すると K が、なんかくっついてるぞ、と言ってきた。よく見ると、確かにお札と釘の間に何か干からびた塊のようなものも一緒に打ち付けてあった。なんだろう、と僕と K はほぼ同時に上を向いて、ほぼ同時にその答えを目の当たりにした。打ち付けてあったのは人間の耳だった。おびただしい数の人間の耳が、お札とともに柱に打ち付けてあったのだ。下の方のものは腐り落ちたり干からびたりしてわからなかったが、なぜか上の方に打ち付けてあるものほど新しく人間の耳だと認識できた。数はおそらく千じゃ聞かなかったと思う。しかも恐ろしいことに、そんなに時間が経ってないように見える耳も上の方にあったのだ。僕と K は猛ダッシュでその部屋から出て、入ってきた入り口からも出て建物の外へ出た。ここがどういう場所なのかはわからない。しかし、やばいことは確かだ。すぐに車で逃げ出したいところだったが、そうだ。S がいない。確か建物の外を回ると言っていた。裏側にいるのかもしれない。僕と K は全力で走り、建物の裏側へ回った。でかい建物なので、回り込むだけでもそこそこ時間がかかった。裏側へ回ると、そこに S がいた。いたんだけど、様子がおかしい。S はぼーっとその場に立ったままだ。そして次の瞬間、僕たちもその場に立ち尽くしてしまった。建物の裏側はただひたすら平らな平野が広がっているだけだった。そしてその平野に木で組まれた簡素な台が一列に等間隔にずーっと並べられ、その台の上にろうそくが二三個、高校と火をつけて輝いている。それが本当に誇張ではなく、地平線の向こうに霞むまで続いていたのだ。なんなんだここ。やべえよ、おい。僕と K の声で我に返ったのか、S がこっちに気づいて走ってきた。そうして、僕と K が全く気づかなかったことを指摘してきた。なあ、ここ、太陽ってどこに出てるんだ？太陽。そういえば、空は青く澄み渡っていて雲一つない。なのに太陽がどこにも見当たらない。空は明るいのに、空全体が一様に同じ明るさなのだ。なあ、俺最初から変だと思ってたんだ。静かすぎるだろ？ここに着いてから一度でも鳥とか生き物の声聞いたか？もっと言えばさ、ここへ来る途中の道に草一本も生えてなかっただろ？ S はもう半泣きになっている。とにかくここにいてはまずいと、僕と K は S をなだめながら車へと急いだ。
途中、建物の入り口がちらっと目に入って、戸が閉まっているようにも見えた。さっき僕と K は戸を開け放ったまま出てきたはずなんだけど、でもその辺ははっきりとは覚えていない。とにかくここを去らなければ。K の運転で元来た道を戻り、僕たちはなんとか最初の廃道の入り口までたどり着くことができた。国道に出ると太陽が西に沈みかけていた。戻ってこれたんだと実感した。その後、僕たちには霊障とか呪い的な現象は一切起きてない。しかし、あの日体験したことは紛れもなく事実で、三人とも覚えている。そして後日、例の廃道の入り口の横を通りかかった時、以前は入れた細い道自体が頑丈な門で封鎖されて完全に通れないようになっていた。もちろん通れたとしても、もう二度とあの道に入る気はない。10年ぐらい前の話。大学時代初秋の頃、暇だったので友人3人とドライブへ行った時のこと。車を1時間も走らせれば過疎地に行ける距離。適当にあちこち寄り道をして、大して面白くもなく時間が過ぎて、あっという間に夕方近くになっていた。友人の一人の A が、そういやここら辺心霊スポットがあったんじゃない?と言い出した。まだスマホもない時代、携帯の電波も悪い地域なのですぐに調べることはできないが、友人 A の勘でその付近へ向かうことにした。夏も終わりに近づいていたので、日が暮れるのも早く、あたりは薄暗くなってきた。おお、なんだか雰囲気出てきたな、と A ははしゃいでいる。勘の割には、そこを右曲がってみて、とか、なんだかテキパキとした指示で、やや違和感があったが、他の連中も A につられて盛り上がり始めた。あたりが真っ暗になる頃、左手に建物が見えてきた。よく地元の野菜とか特産物を売るような道の駅っぽい感じの建物だった。B が、ここじゃない?と言うと、A は、いや、ここじゃねえ。と言った。まあ、普通の道の駅っぽいしな。建物は暗かったが、特に古くもないので、そのまま通り過ぎることにした。なんだか不気味な山道で、みんな押し黙っていたが、しばらく走っていると、ドン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 、という太鼓の音や、笛の音が聞こえてきた。お、祭りでもやってんのかな?そうっぽいな。寄ってかない?俺トイレ行きたいしさ。俺も俺も。安堵感からか多弁になる僕たち。少し進むと、さっきと似たような道の駅みたいな建物が左手にまた見えた。あれってさっきのじゃないよな。なわけねえじゃん。いつの間に戻ったんだよ。僕と B はそんな話をしていたが、それにしてもさっきの建物とそっくりだった。僕は、こんな似たような建物を近くに作るなんて、税金の無駄遣いじゃねえか。と虚勢を張ったが、
実は変な感じがしてビビっていた。違和感の正体はすぐに分かった。駐車場のようなスペースに車を止めて降りると、駐車場のアスファルトもかなりガタガタ。建物も閉鎖されてかなり時間が経っている感じでボロボロだった。祭りはすぐ近くでやっているらしく、その薄明かりで浮かび上がって見える建物の姿はとても気味が悪かった。B が言った。ありゃあ、これじゃあトイレも空いてなさそうだな。僕と C は、気持ち悪いな、さっさと行こうぜ、と車に戻ろうとしたが、A がいつの間にか駐車場の端っこまで行っていて、おーい、と僕らを呼んでいる。おーい、こっちこっち、祭りやってんぞ。なあ、そっちに公衆トイレとかあるか？あるある、あるから来いよ。トイレが我慢できない B はダッシュで A についていった。僕と C は、なんか A のやつ変じゃない？と言い合いながらその後をダラダラと追った。建物の脇の小さい道を進んでいくと小さな広場に出て赤い提灯が並んでいた。録音だと思うが、太鼓や笛の音が聞こえてくる。どこから流れているのかはわからない。提灯の赤い光が並んでいるが、不気味なことに誰もいない。二人の後を追っていった僕たちは、A の姿も B の姿もないことに驚いた。C が言った。あれ？あいつらどこ行った？トイレじゃないの？っていうかなんで誰もいないんだ？祭りが中止になったとか？いや、それにしてもスタッフとか誰かいるもんじゃない？僕と C は寒気を感じながらもブツブツと喋っていた。何分過ぎたかわからない。遅いなぁ。何やってんだあいつら。っていうかさ、ここら辺に集落あった？いや、知らんけど。なんだか背筋が凍った。ここにいたらやばいみたいな気がして、僕と C は早足で車に戻った。戻ってみると、車の中には B がいた。あれ？ B？お前いつの間に戻ってきたんだ？すると B は、え？俺は最初から車から出てないよ。え？っていうか A はどうした？思わず尋ねると B が言った。A？ A って？いや、一緒に来た A だよ。え？僕はさっぱり意味がわからなかった。B の中では僕と B と C と3人でドライブに来たという。僕と C の中には確かに A と一緒に来た記憶がある。だが不思議なことに確かに車の中には A の荷物がなかったのだ。しかし今日一日のことを思い出せば、僕と C は A と交わした会話もいくつか思い出す。だけど確かになんか記憶が希薄という感じもしないでもない。A の携帯に電話してみようと思ったが、三人とも圏外だった。その時、ブーと、変な音がさっきの祭り会場の方向から聞こえた。うわ、なんだ？いつの間にか提灯の明かりも消えていて、車のライトしかない。
僕たちはパニックになって、大慌てでその場を離れようとした。その時またもや、ブーと変な音がした。すぐに車を発車させる。大急ぎで駐車場から抜け出る僕たち。真っ暗なんだけど、確かに祭り会場から人影みたいなものがぼわっといくつか出てきた。それがバックミラー越しに見えた。おい、ちょっと後ろ見て後ろ。なんか追いかけてきてない?僕が言うと、おい、マジ?と C と B が振り返った。でも暗くてよくわからないらしい。そのまま来た道を速攻で戻る。途中で先ほど通り過ぎた道の駅らしき建物が見えた。おい、あの建物電気ついてる。C が叫んだ。すると B が、さっきは、あれ?おい、どうしたんだよ、B。運転に集中している僕は脇見できない。しばらくして、やっと国道に出た僕たちは、安堵感からため息をついた。だが心臓はまだドキドキしている。なんだったんだ、あれ。ふざけんなよ。っていうか、さっき何見たんだよ、B。B に尋ねると、B がぽつりと言った。いや、さっきの道の駅みたいなところ、ものすごい数の人がいたよな。普通なら、そりゃ人ぐらいいるだろうと思うところなんだけど。なんか、その人たちっていうか、駐車場にも建物の中にも、黒い人だかりができてて、それだけいるなら声の一つもするだろうに何も聞こえねえし。何よりそいつら全員俺たちの方を見ていた気がして。B の言葉に僕らはしばし沈黙した。少しして、そういえば A のやつに電話してみようと C が A に電話をかけた。A は普通に電話に出た。サークルで飲んでいるという。後ろではガヤガヤと音がするし、嘘をついているとも思えない。このドライブのことなんて知らないと言っていた。そういえばこのドライブも誰が行こうと言ったのか思い出せない。10年ぐらい前のこと。当時、友人 A が中古の安い軽を買ったので、よくつるんでいた仲間内であちこちドライブへ行っていた。その時に起きた不気味な出来事。ある3連休、僕たちは特にすることもなく、女っ気があるわけもなく、意味もなく、僕と A と B で集まって、A のアパートでダラダラしていた。そして、これもいつものパターンだったが、誰ともなくドライブへ行こうと言い出して、目的地もろくに決めず出発することになった。適当に高速へ乗ると、なんとなく、今まで行ったことのない方面へと向かうことになって、3、4時間ほど高速に乗って、そこから適当に一般道へと降りた。さらに山の方へと国道を進んで行ったのだが、長時間の運転で A が疲れていたこともあって、どこかで一旦休憩して運転を交代しようということになった。しばらく進むと、車が数台駐車できそうな
ちょっとした広場のような場所が見つかった。とりあえずそこへ入り、全員降りて、と体を伸ばしていると、B が、なんかこの上に定石があるらしいぞ、行ってみようぜ、と言ってきた。B が指さした方を見ると、ボロボロで長いこと放置されていたような木の看板があった。そこに、〇〇定石、徒歩30分、と書かれていて、腐食して消えかかっていたが、手書きの地図のようなものも一緒に描かれていた。どうも途中に定石以外に何かあるらしいのだが、消えかかっていてよくわからない。時間は確か午後3時前後。徒歩30分なら暗くなる前に余裕で戻ってこれるだろう。僕たちはなんとなくその定石まで登ってみることにした。20分ぐらい細い山道を登った頃だろうか。途中で道が二手に分かれていた。看板でもあればいいのだが、あいにくそういう気の利いたものはなさそうで、仕方なく勘で左の方へと進んでみた。すると、先を一人で進んでいた A が、上の方から僕たちに、おい、なんかすげえぞ、早く来てみろ、と言ってきた。僕と B は、なんだなんだと、早足で A のところまで行ってみると、途中から石の階段が現れて、さらにその先には、定石ではなく、おそらく長いこと放置されていたであろう、灰寺があった。山門や塀や、金などは撤去されたのだろうか。そういうものは何もなくて、本殿は形をとどめているが、鐘楼やいくつかの建物は完全に崩壊し崩れ落ちている。本殿へと続く石畳の間からは雑草が生えて、砂利が敷き詰められていただろう場所は、一部ほとんど茂みのような状態になっていた。ただ不思議なのは、山門などは明らかに人の手で撤去されたような跡があったんだけど、残りの部分は撤去もされず、朽ちていて、かなり中途半端な状態だったことだ。時間を確認すると、まだまだ日没までは余裕がありそうだった。僕たちはなんとなく、その灰寺を探索することにした。だが、周囲を歩き回っても、特に目につくようなものはなく、ここからさらに続くような道も見当たらず、A と、多分さっきの分かれ道を右に行くのが正解なんだろうな、と話していると、本殿の中を覗き込んでいた B が、うわっ!と声を上げた。B の方を見ると、本殿の扉が開いている。話を聞いてみると、ダメ元で開けてみたら、すんなり開いてしまったという。中は板敷きで何もなくガランとしていた。見た感じ、結構綺麗な状態で中に入っていけそうだ。入ってみると、床はかなり埃だらけで、おそらくだいぶ長いこと人の手が入ってないのがわかる。なんとなくあちこちを見回していると、床に何か落ちているのが見えた。近づいてみると、それは埃にまみれて黄ばんでしわくちゃになった和紙のようで、そこにはかなり達筆な文字で、うたて沼と書かれていた。なんだなんだと A と B も寄ってきたので、僕は紙を見せながら、うたてって何?
と聞いたのだが、二人とも知らないようだ。そもそもこのお寺には、池や沼のようなものも見当たらない。本殿の中にはそれ以外何もなくて、歌手沼の意味もわからなかった僕たちは、紙を元あった場所へ戻すと、定石へ向かうため、灰寺を後にした。元来た道を戻って、さっきの分かれ道を右へ進むと、すぐに山の頂上へとたどり着いた。ここには朽ちた感じの案内板があって、〇〇定石、本丸、と書かれている。どうやら、ここが目的地のようだった。山頂はかなり開けた広場になっていて、下の方に市街地が見える。景観のいい場所だった。なんとなく下の方を見ると、さっきの灰寺も見えた。三人で、さっきのお寺って結構広いんだな、などと話していると、あることに気がついた。寺の庭を回ったとき、一切見かけなかったはずだが、庭の端の方に直径数メートルくらい、大きな黒い穴のようなものが見える。あんなのあったっけ？そう話していると、寺の庭に何か小さな動物が出てきていた。そして、その動物が、庭の中を走り出した瞬間、その穴のようなものが動いて、まるで動物が穴の中へ消えてしまったように見えた。わけがわからない現象を目の当たりにした僕たちは、今あの穴動いたよな、なんだあれ。唖然としていると、さらにとんでもないことが起きた。その物体が突然宙に浮くと、かなり高い距離まで登って、そのまま移動し始めた。その時になって僕たちは、あれが穴などではなく、真っ黒で平面のなんだかよくわからない物体であることに気がついた。その平面上の物体は、結構な高さを浮いて、僕たちが来た道の上を山頂へと向かって進み出した。その時、おそらく移動する物体に驚いたのだろう。木の間から大きな鳥が飛び出して、宙を浮く平面上の物体とぶつかった。だが鳥はそのまま落ちることも、物体を通り抜けることもなく消えてしまった。何が何だかわからないが、とにかくあれはなんかヤバそうなものだ。そして、そのヤバそうなものは、明らかに僕たちの方へと向かってやってきている。そのことだけは理解できた。とりあえずここからすぐ退散した方が良さそうだ。三人でそう話して気がついた。あの物体は、僕たちが登ってきた道沿いにやってきているということは、来た道を戻れば確実に鉢合わせしてしまうということに。とりあえず逃げようとは言ったが、どうしたらいいのかわからない。すると B が、ここ通れそうだぞ、と茂みの方を指さした。そこへ行ってみると、近くまで行かないとわからなかった細い獣道のようなものが下へと続いている。ただし、この道がどこへ続いているか全くわからない上、僕たちが登ってきた道とは完全に反対方向だ。当たり前だが、逃げられはするが、車からは遠ざかることになる。それは、A も B も分かっていたのだろう。この獣道を下るかどうか躊躇していると、突然
耳に違和感を覚えた。感覚としては、車で山を登っていて、気圧差で耳がおかしくなる感じ。A も B も同じ違和感を抱いたようで戸惑っている。僕はふと下の方を見た。すると、例の物体はもうすぐそこ。おそらく二の丸であろう平地の部分までやってきていた。もう迷っていられるような余裕もない。僕は A と B に、もうあれがすぐそこまで来ていることを伝えると、思い切って、獣道のある茂みを下ることにした。二人もそれに続き、ほとんど茂みをかき分けるように道を下っていくと、後ろの方から A が、やばい、もうすぐそこまで来てる、急げ!と言ってきた。僕が後ろを振り返ると、例の黒い物体がもうあと10メートルぐらいのところまで近づいてきている。僕たち三人は、もはや草や木の枝をかき分けることすらやめて、がむしゃらに獣道を駆け下りた。どれくらい走っただろうか。しばらくすると、木の間から、舗装された道路が見えてきた。僕たちは泥だらけになりながらも、必死でほとんど転がるように道を降りて、なんとかそこまでたどり着くことができた。その時突然、キーンと金属質の耳鳴りのような音が聞こえて、ついで後ろから、バチン!と、何かが弾けるような音が聞こえた。驚いて振り向くと、そこには例の黒い物体ではなく、爆竹か何かを破裂させたような、そんな感じの煙が漂っているだけで、僕たちは呆然としてしまった。その後、民家もないような山道を散々迷い、あたりが真っ暗になる頃、やっと最初に車を止めたところまで戻ることができた。結局その後もあれが何だったのかはわからないままだった。そもそもあんな体験をしてまた同じ場所へ戻る勇気なんてなかったし、そんなことをしても僕たちには何の得もなかったからだ。僕が大学3年になる頃の話。それまでは大学のすぐ近くに住んでいたんだけど、バイクを買って通学時間が短縮できるようになったのと、部屋が荷物で手詰まりになってきたこともあって、引っ越そうと思ってあれこれ部屋を探していたんだ。そしたら、隣町の不動産屋で少し大学から離れるけど家賃はそのままでそれまでの倍ぐらいの広さの部屋を見つけた。4階建てマンションの4階で屋根が少しかまぼこ型のドーム状になっていてロフトのついている物件ですごくお得だった。家賃があまりにも安いので、下見の時不動産屋の人に、自殺でもあったんじゃないですか?と冗談めかして聞いてみたんだけど、自殺があったらもっと安くしてますよ。それに前もお兄さんと同じ大学の学生さんに住んでもらってたんですよ。と言われて、特に怪しい感じでもなさそうだし、とにかく安くていい物件だったので、信用してそこに決めた。あっという間に引っ越しの日になって、友達に手伝ってもらって、荷物を運んで、あれこれ作業をして、落ち着いた時にはすっかり夜中になっていた。本当は友達と
新居で酒を飲む話になっていたんだけど、前日から徹夜で片付けをしていて、あまりにも疲れていたので、その日は帰ってもらって、倒れるように寝込んでしまった。次の日も休みだったので、そのままとことん寝てやるつもりだったけど、4時間ぐらいして急に目が覚めた。最初は自分がなんで目覚めたのかもわからず、ん?という感じで明け方の薄明るい部屋の中でぼーっとしていたんだけど、少し目が冴えてくるのと同時に何か屋根の上でごそごそ音がしているのに気がついた。この部屋にはロフトがあって屋根裏みたいな空間になっているから音が響いていた。ちょうどベランダの窓の上あたりからごそごそカサカサごそごそカサカサ音が聞こえてくる。何の音なのかわからなくて気持ち悪かったんだけど、眠いところを邪魔されて少しイライラしていたのもあったので、思い切って窓を開けてベランダに出てみた。するとその瞬間、バサバサバサと大きなカラスが2、3羽飛んでいったので、なんだ鳥か、と思って、その時はまたすぐ寝てしまった。そのまま何事もなく3日ほど過ごしていたんだけど、毎朝鳥が来てガサガサやるのは続いていた。正直めんどくさかったけど、家賃が安いしこういうのもしょうがないかな、と思って慣れるまでは我慢することにした。そして次の日、引っ越しを手伝ってくれた友達と他にも何人か呼んで部屋で飲み会をやっていた。いろいろ持ち寄ってワイワイやって気がつけば明け方。最後までいた二人もそろそろ帰るということになって僕が最寄り駅まで送っていった。まだ誰もいない。明け方の道をテクテク歩いて駅まで行って、また歩いてマンションの前まで帰ってきた。中へ入ろうとしたその時、はっと上を向いて気づいたんだけど、うちのマンションの上だけカラスが10羽ぐらいいるんだ。それもほとんどが僕の部屋の真上。それを見て、すごく気味が悪くなった。普通はカラスって電線とかアンテナの上とかにいますよね。その時もマンションのアンテナの上に2羽ほど止まっていたんだけど、それ以外は全部僕の部屋の上にいる。それでなんかガサガサやっている。ほろ酔い気分が一気に冷めてすぐに家に帰って部屋の中から物干し竿で天井をガンガンとついてやった。そしたらまたカラスは飛んでいったんだけど、やっぱりどうも気分が悪い。朝になるのを待って不動産屋に電話をした。天井にやたらカラスが来て、うるさくて眠れないので、なんとかならないかと相談すると、わかりました。一度業者を伺わせます。と言って、結構あっさり解決しそうな話になった。2日後、ヘルメットと作業着のおじさんが2人うちにやってきた。事情を話すと、巣でもあるんでしょうかね?と言って、若い方のおじさんがベランダにロープと脚立を出して、僕ともう一人が見守る中、手際よく屋根へ登っていった。登ってすぐだったと思う。そのおじさんが、すごく嫌そうな顔をして戻ってきて、こう言った。
骨がある。よくわからないけど、多分人間の。それを聞いて、僕も、もう一人のベテランのおじさんも、は?という感じで、今度はベテランのおじさんが代わりに登っていった。そしたら、やっぱりすぐ戻ってきて、あれは子供の骨だわ。すいません。ちょっと会社に連絡します。と言った。僕は最初、二人して僕をおちょくっているのかと思っていたんだけど、彼らの姿を見ると、どう見ても本気だった。それで、結局不動産屋が来て、警察も来て、おじさんたちと僕とあれこれ聞かれて、僕はそのまま警察署まで行った。警察が言うには、詳しいことは鑑定してからだけど、おそらくはエイジの白骨死体だと。死後かなり時間が経っているはずだから、最近引っ越してきたばかりの君を疑うつもりはないが、一応話を聞かせてほしい、と言われた。そこまで聞いて、やっと自分の住んでいた部屋の真上に人間の遺体があった、ということを脳が理解できた。結局その日はそのまま夜まで拘束されて、フラフラになって友達の家に泊めてもらった。翌日、朝一番で不動産屋に行って即時解約を申し込んだ。契約では2ヶ月前に解約通知しないとダメってなっていたけど、事情が事情だけに向こうも何も言わなかった。敷金や手数料や当月の家賃など一切の金を返却することも了承してくれた。今回の引っ越し代と次の引っ越し代も負担してもらえることになった。ただ不動産屋が言うには決して騙して契約させたわけではないことだけは分かってほしい、とのことだった。自分たちもまさかそんなものが屋根の上にあるとは思わなかったし、カラスが多いのも把握はしていたけど、近くに食肉処理場があるから、特に不自然には思わなかった、とのこと。僕は、金銭面で全面的に主張が通ったので、それ以上何かを言うつもりはなかった。もちろん、いい気分ではなかったけれど。それから、早速家を出ることになって、当然そんなにすぐ新しい部屋の都合はつかないから、しばらくは友達の家に居候することになった。小さな荷物だけはそこへ持って行って、大きい荷物はレンタル倉庫に預けることにした。幸い、いくつかの段ボールは荷ほどきをせずそのままだったし、他のものも結構すぐ片付いたから、解約を申し込んだ3日後には部屋の荷物を全部運び出し終えていた。で、部屋が空になったから、不動産屋を呼んで、部屋の引き渡し前の確認をしてもらった。確認も終わって、不動産屋と僕と順に部屋を出て鍵をかけて、さあ行きましょうという段になって、僕は玄関の表札をまだ剥がしていなかったことに気がついた。折りたたんだルーズリーフにサインペンで名前を書いただけの、お粗末な表札をそこから抜き取ったとき、もう一枚裏に紙が入っているのに気がついた。全く見覚えのないその紙はひっくり返すと一面サインペンで塗りつぶしたようになっていた。光に当てて透かしてみると、〇〇ゆうこと誰かのフルネームのようなものが書いてあったように見えたけど、はっきりとはわからなかった。不動産屋は、
前の人の書き損じですかね。多分表札の紙が薄いから書き損じを裏に重ねて入れていたのを置き忘れていったんでしょう。と言っていた。僕は自分の前に住んでいたのは学生だと聞いていたので、なんとなく男だと思い込んでいたから少し驚いたんだけど、そうですか、とだけ言って、そのまま不動産屋と別れてバイクで友達の家に向かった。女性が住んでいたと分かって、なんとなく嫌な気分はあった。僕が家に着いて友達に真っ先に尋ねたのは、一年ぐらい前に起こった暴行事件のこと。うちの大学の女子生徒が帰宅途中暴漢に襲われるという事件があって、それ以来注意喚起のビラが毎日のように配られていた。その学生は結局事件のショックが尾を引いて大学を辞めたと噂で聞いたんだけど、事件が起きたのは確か僕のマンションの最寄り駅の近くだった。そのことについて友達に尋ねてみると、確かにあの駅って書いてあった覚えがあるな、と言っていた。予想通りの返事を聞いて僕には思うところがあったけど、その時はあえてそれは口に出さなかった。それからはマンションで起きたことについてほとんど話す機会もなかった。この件に関してテレビでも地元の新聞でも全く触れられていなかった。大学の図書館であの期間の新聞をありったけ調べたが、何一つ記事は載っていなかった。それ以上のことは調べる術もないわけだが、僕は8割か9割ぐらいで、多分前の住人が我が子を屋根に残していったんだと思っている。もちろん確証はない。数年前、僕が体験した話。某動画サイトでオカルト系の動画を視聴していた時のこと。その日、僕は猛烈に暇だったので、ずっと心霊動画巡りをやっていた。夏だったので、友人と怖い話で盛り上がりたいとか考えて、ネタ探しも兼ねていた。でも、有名どころの動画は大体見尽くしてしまって、だんだん、これはと思える心霊動画が見つからなくなってきた。そんな時、ふと関連動画のところに目をやると、一覧の中で、ひときわ目を引いたサムネイルがあったんだ。少し白黒っぽくて、確か、廃墟のように見えた。そんなに派手なサムネイルではなかったが、僕は廃墟の空気感が結構好きだったので、お？これは心霊スポットの探索動画か？と少し期待して動画のタイトルを確認してみた。でも、その文字列を見て僕は一瞬ポカンとなった。なぜかそこには意味不明の記号だけが羅列されていたんだ。まあ今から考えればその時点でなんだかおかしかったんだけど、その時は文字化けかなという程度にしか考えてなくて、僕はそのままサムネイルをクリックしてしまった。早く廃墟の動画が見たかった。ところが、いざ動画が始まってみると、全然予想と違っていた。
それは確かにモノクロの動画だったんだけど、廃墟だと思っていたのはボロボロの畳の部屋だった。空き家になったばあちゃん家がちょうどあんな感じだったと思う。泥みたいなものが散らばっていたり、壁の木が腐っていたり、白黒だから細部まではわからなかったけど、多分そんな感じ。で、再生が始まると、まず変な音楽が流れてきた。ポーン、ポーン。という無機質なピアノの音で、それがずっと同じ分散和音を不定期に鳴らしてくる感じ。でも、それよりも先に映像の意味不明さに気を取られた。先ほど言った通り、動画は白黒映像で、そこは畳の部屋なんだけど、画面の中央に障子があった。サムネで気づかなかったのは、その障子があまりにも破れまくっていて、若干原型を失いつつあったからだった。上半分は紙が完全になくなっていて、木の枠だけの状態。下半分も拳台のサイズの穴ぼこだらけで、ひどくみすぼらしい。そして、その障子の向こうに誰かが立っていた。頭に紙袋みたいなものをかぶって顔を隠していて、両手を紙のなくなった障子の枠からこちらに向かって突き出し、しかもその腕を狂ったようにめちゃめちゃに振り回していた。不気味な音楽と一緒に、そいつがわさわさと腕を動かす音がずっと聞こえてくる。僕は、なんだこいつ、みたいな感じでぼーっとそれを眺めていた。すると、動画の半分ぐらいまで進んだ時、パッと場面が切り替わった。今度は神社の境内みたいなところだった。石畳の上に紙袋をかぶったそいつがうつ伏せになっている。そこで急に音楽が変わって、わーんというバイオリンのうねる音みたいなものが鳴ると同時に、その紙袋をかぶった男がむっくりと起き上がった。と思ったら、またさっきの和室にパッと場面が戻って、再び腕をわさわさし始める。その後は何もなく、意味もわからないまま、その動画は終わってしまった。でも、問題はこの後だったんだ。なんだったんだこれ。怖がらせようとしてんのか。そんなの通用するか。などと考えながらコメント欄を見たんだけど、一切コメントはついていなかった。やっぱな、わざわざ障子ぶち抜いてご苦労さん。再生数稼いでやるか。と、やや嫌味っぽい感じで、僕はなんとなくもう一度その動画を再生してみた。すぐにまた腕をわさわさやるのが始まって、それを、バカだなぁ、恥ずかしいやつだなぁ、なんてことを思いながら、頬杖をついて眺めていた。僕だって相当暇人だったんだと思う。案の定だんだん飽きてきて、自分の顔が無表情になってくるのがわかった。それで、ようやく動画が終盤に差し掛かろうとしていると気がついて、ああ、やっと終わるのか。っていうか、なんで律儀に最後まで見たんだろう。と、関連動画にカーソルを移動させようとしたその時、気づいてしまった。あれ？神社のシーンがない。
そう。一度目は中盤あたりに出てきた。神社で男が起き上がるシーンが二周目に出てきた記憶がない。ずっと画面を見ていたので見落としたなんてありえない。短いシーンではあったが、少なくとも5秒ぐらいはあったはず。僕は動画からほとんど目を離してない。じゃあ一体どこ行ったんだ、そのシーン。僕は急にゾッとして電源ボタンを叩いてパソコンを強制終了させた。大げさではなく、あんなにびっくりしたのは初めてだった。それからしばらくは怖くてその動画サイトは使えなかった。視聴履歴が残っているからだ。結局あの動画が何だったのかは今になってもわからずじまいです。悪夢の箱。10歳の頃、2、3週間くらい、ひどい悪夢にうなされ続けたことがある。子供の時だから記憶が曖昧だけど、母親の話では、僕は毎晩絶叫しながら床を転げ回って、喉をかきむしっていたという。朝起きると寝汗をぐっしょりとかいていた。一晩だけならいい。これが毎晩続いていたのだ。寝るのが本当に怖かった。あっという間に寝不足になった。骸骨のように痩せて顔色が粘土のようになった。医者とか自称霊能力者に見てもらったんだけど、原因は全くわからない。相変わらず、のたうち回る夜が続いた。そのため、両親も痩せてしまった。二人の方がよっぽど病気なんじゃないかと、僕が思ったくらいだ。はじめに言った通り、僕は2、3週間で救われるわけだが、恩人となったのは、霊能者でも、坊主や神主、神父や牧師でもなかった。正解は催眠術師。催眠術師といってもアマチュアのおじさんなんだけど、父親が軽い恐怖症を簡単に治してもらったことがあるそうで、その縁で僕も見てもらうことになった。催眠術師なんて、と思っていたけど、僕は父親に似て暗示にかかりやすい太刀だと判明した。そのおじさんが取った作戦は、僕に悪夢を忘れさせることだった。奇妙なことだが、僕は夢の中身を起きた後もはっきりと覚えていた。催眠術師の先生は、家をかたどった和紙に夢の内容を書かせた。思い出すのも苦痛だった。嫌な作業だった。先生はその和紙を箱に入れて、蓋にお札を貼り付け開かなくすると、僕と二人だけしかわからないある場所へ隠した。具体的には言えないが、箱を取り出そうとすれば簡単にできるけど、他人には絶対見つからない場所とだけ言っておく。両親でさえもわからない場所だ。先生は、悪夢はこの中に閉じ込めたから怖がることはないと言ってくれた。自分が箱を開けなければ大丈夫とのこと。これが、不思議にズバリと当たって、僕は悪夢から解放された。僕たち一家が先生にどれだけ感謝したかは想像に任せる。でも、悪夢の種の詰まった箱は、まだ僕の手の届くところにあるのだ。これがずっと
心の片隅に引っかかっていた。大学卒業の折、帰省したとき、そうだ、あの箱は、と思い出した。思い出したら気になって仕方なくなった。当時の夢がどれだけ恐ろしかったか、自分が一番知っているのだが、さすがに内容なんて忘れてしまっている。怖いという感情は確かにあった。だが、子供の頃の恐怖なんて、得てして大人から見るとちゃっちいものだ。今の僕は、当時の先生の言葉が、自分にどんな暗示をかけていたのか、なんとなく推測できる。手品の種もすっかりわかっている。僕は当時の恐怖を白日の光のもとにさらけ出して笑い話にしたかった。そう思ってこっそりと箱を取りに行った。蓋にかぶさったお札が見える。先生に霊能力はないと思ったらかなりちゃちいものだった。剥がそうとお札の端を爪でこすった。すると唐突に10年間忘れていたはずの夢の内容が脳の中で再現を始めた。僕は和室にいて明かりの差し込む障子を見ていた。縁側にある竹笹の影が落ちていた。一番上の列の窓一枚分だけ、綺麗に四角く切り取られて、そこからニヤニヤと笑っている、福々しい中年のエビス顔が覗いていた。だが、顔だけなのだ。障子には笹の影が揺れるだけ。そいつの胴体の影は一切映ってなかった。僕の背中には両開きの襖があった。奥には襖に仕切られた部屋が延々と続いていることも分かった。こー、こー、と小さな鳩の鳴き声のようなものがかすかに聞こえた。続いて、という音がし始めた。だんだん大きくなっている。襖を次々と開けて何かがこちらへ全力でかけてきているのだ。ケラケラと男の笑い声が、腹の底から楽しそうな声が聞こえた。それはだんだん大きくなっていった。僕は凍りついた。絶対振り向いてはいけない。それだけは確信していた。ターン、ターン、ターン。と、僕の背後の襖が開いた。そいつは僕のうなじに生臭い息をかけた。そして、ぼそりと耳元で、僕に何かを囁く。カタン、という音で我に返った。気づけば箱を取り落としていた。僕は元通りの位置に箱を戻して、まっすぐ家に戻った。だから今でも悪夢の箱はそこにある。学校というのは、なんだかんだでよく妙なことが起こる。年度末には、卒業に向けて学校全体で文集を作ったりしますよね。卒業生のだけではなくて、全学年分の文集。各クラス、テーマごとに短い文章を生徒に書かせるもの。そんな文集の中でも、低学年の子に限って起こる
妙な話がある。やっぱり低学年だと時折不思議な日本語を使ったり、何のことだ?みたいな文章を書く子供はそれなりにいる。そんな時は大体そのクラスの担任が手直しをしたりして体裁を整えるんだけど、そんな中で理解不能な作文を書いてくる子供がいる。理解不能といっても、文章自体は別段文法も間違っていないし、言葉を間違えているというわけでもないんだけど、その文章の意味するところが全く不明瞭な作文を書いてくる。で、こういう作文が出てくると、またかってなるんだ。明らかに頭の中がお花畑な文章とは違って、わかるけどわからない。この手の作文を書いてくる子供が必ず現れる。それだけならまあ、稀にこういうことがある、みたいな話で済むんだけど、ところがそうもいかなくて、この手の作文が毎年出る。必ず出る。変な作文を書く子が毎年現れる、というわけではなく、毎年同じような共通性のある変な作文を書く子が出てくる、ということ。でも、それを書いてくる児童には、それらしい共通点はない。かたや成績優秀で作文が得意な子だったり、かたや明るくて元気な運動好きな子。他にもゲームが好きな子とか、無論少し内向的だったり、いささかの事情がある子もいる。そんな風に毎年、共通性のない子たちが同じような共通性を持った意味不明な作文を書いてくる。そんな子供たちは知らない先生たちの間での七不思議のような話。ちなみにその作文というのは、家庭科室の窓でお姉さんとたくさんお話をしたよ。〇〇のこととかをたくさん教えてもらってさよならしたよ。みたいな内容。家庭科室、お姉さんというのが大まかな共通項で、他にも N さんという人の名前が出てくることもある。そこで子供たちはそのお姉さんとあることについて話したり、絵を描いて見せたりしているらしい。他の先生に聞いたところでは、髪が長いとか、帽子をかぶっているとか、そういう付加情報が書いてあることもあったそうだ。総合すると、髪の長い優しそうなお姉さんで、名前は N さんということになる。年齢はよくわからないけど、低学年の児童の目から見てお姉さんなので、勝手に20代ぐらいではと思っているけど、当然学校の中に該当しそうな人はいない。一時期は不審者が校内に入ってきているのでは?みたいなことになったけど、結局それらしい目撃情報もなかった。というか、あまり不安を煽ってもどうかと思う、ということで、公にしてどうのこうの、みたいなことはなかった。実害もなかったし、なんだかんだでうやむやになったのだ。それで、この作文は毎年恒例になっているので、この N さんに関連した作文を書いてきた子には、やんわりと、別の思い出を書こうね、と促している。意外とみんな素直に別の作文を書いてくるし、それは普通。ちなみに、そういう体験をした N さんに会った、
みたいな話が児童の間では意外というか全く広まっていないらしく、文集の作文でしか聞いたことはない。なんだかよくわからないけど実害はないし放っておこうというのが学校側のスタンスだけど、個人的には何かあってからでは遅いのではと思う。でも実際自分が見たわけでも体験したわけでもなく、児童の作文の上での妙な出来事なので、実際どうにかしろと言われてもどうしたらいいのかということになる。そんな作文が今年も出てきた。ちなみに家庭科室というのはフェイクではあるんだけど、その部屋は校舎の2階にあって、窓はあるけどベランダはない。なのでお姉さんと窓のところでお話をしたというのを読んだときは少し怖かった。子供の作文について投稿したものです。いくつか補足をしておきます。まず、あの話を読んでくださった方の中で幽霊なのではみたいなことを言う人がいたのは意外でした。個人的にはなんだかそういう霊的なものではない印象があった。じゃあ何なんだと言われても説明しにくいけど、何がしかのきちんとした存在なのではと思っている。幽霊だとしたらもっと子供たちの作文も破綻していると思うし、何よりもっと子供たちの中で騒ぎになっていてもいい気がする。なんとなく悪いものではないだろうというのはあるけど、お姉さんの名前を N さんとイニシャルにしているのは珍しい名字なので一応ということで、一時期事務員にその N という名字の方もいたけれど、その人は男性でした。自分が知る限りでは児童の中に N という名字はいたことはないです。同じく知る限り、わかる限り、事件事故などで亡くなった児童というものもいません。家庭科室はフェイクと言いましたが、これも一応念のためということにしておいてください。その部屋はよくある一般的な特別教室というもので、ある学校もあればない学校もあるのではというような教室です。特にそこで何か事件や事故があったということはないです。詳しく調べてみようにも、下手にその児童に根掘り葉掘り聞くのもかえって騒ぎ立てることになりそうだし、何より低学年ゆえに正確な話が聞けるかどうかみたいなところもあるので、結局はいろいろなところがうやむやなままだそうです。ちなみに作文を書き直させるという対処の方法は、少なくとも12、3年前にはすでに定着していたそうです。このあたりも今さら根掘り葉掘り聞くのも変な風に思われそうなので、あまり深いところまでは聞けなかったので、それ以上前のことは残念ながらちょっとよくわからないのです。長くなりましたが、とりあえず作文の話は以上です。